い、皆さんこんにちは、ワナレネルベジです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。現在山名家とですね戦闘中で、苦戦が予想される中ですね、視聴者の方からは内戦もうちょっと力入れたらというね、アドバイスいただいてますんで、ちょっとそのあたりも少し意識しながらですね続きをプレイしていきたいと思います。とはいえ今すでに先端を開いている山名家をですねある程度屈服させるところ、追い込むところまでは進めていかなきゃいけない矢先なんですが、現在大御所がですね百姓一揆に襲われているので、まずはこの百姓一揆の救援ですね、ここを行っていきましょうということで、信長の軍勢、1万を投入しましょう。ここの軍勢はね全く大したことがないといえば大したことがないはずなので、サクッと蹴りをつけたいんですが、あとはですね、庭長秀の軍勢が入っているはずなので、この辺りもねしっかり庭長秀の軍勢も生かしながら戦っていければいいかなと思ってます。まずは百姓一揆から大御所を解放しましょう。ここはね自動で戦闘してもいいんですが、どうだ、これを見るとここは自動にしちゃった方がいいね。自動にしちゃいましょう。で、信長の軍勢が少し、士気が落ちているので士気の回復をしつつ、最前線は丹羽長秀の軍勢に任せましょう一旦。で、黒田官兵衛が動いてるな。黒田官兵衛はこの隅城に移動中か。この隅に移動された後どこ行くからだな。今最前線になっているのはこの丹波の黒井城になっているんですが、この丹波の黒井城か、ちょっと難しいな。歩調を合わせるっていう意味では北畠からも出兵が欲しいといえば欲しいし、筒井からも出兵が欲しいといえば欲しいんですよね。特に北畠からはある程度兵を出してもらいたい。そうか、そうなると今いる信長の軍勢は一旦、そうですね、確かに前回最後信長の軍勢が少しすり減ってるっていうことで、丹羽長秀の軍勢に百姓一揆の討伐を任せようとしてましたね。で、今となってはその百姓一揆は信長の軍勢で潰したので、丹波の黒井に丹羽長秀を戻しましょう。で、もう少しね財源というかお金が欲しいので、お金を使った、戦い方もしていかなきゃいけないかなと思うんですよね。どうする、朝倉とこの際同盟を結んで朝倉から出兵させるかどうかだな。黒田官兵衛の軍勢1000は鉄砲隊ですね。これが黒井城に移動中、黒井城で激突だな官兵衛軍と。これはさすがにね官兵衛を倒せるでしょう、この数であれば。ここは確実に官兵衛を倒して、できれば捕虜にしたい、できれば討ち取りたいぐらいな感じなんで、ここは官兵衛の軍勢に突撃態勢を取りましょう。全軍を選択して、米軍を撃破しましょう。鉄砲を撃ってくると思うんで、ここはね鉄砲を撃たれた後もしっきりなしに、こういう時にね騎馬隊がいたりすると楽なんですけどね、肝心の騎馬隊がいないんでしょうがないですね。前3人しか戦ってないけど問題はないでしょう。
ただ鉄砲隊相手にこんだけ手こずらせるってさすが勘兵衛って感じはするな。まあ、とはいえここは敵を撤退に追い込んだので、まあ、勘兵衛を打ち取ることはできなかったけど、一旦退かせておいて、まあ、黒以上は守りに徹しましょうか。まあ、仮に黒以上の部隊駐留している一万の庭長秀の軍勢がやられたとしても、その後に信長の本隊が控えているので、まあ、ここはね問題がないかなとは思います。で、注意しなきゃいけないのがやっぱりあの周辺国なんですよね。まずは長宗我部は有効度96のまま保ってますね。で、その他で言うと怖いのが武田なんですが、武田も有効度100で保っていて、もう一つ怖い上杉は有効度68か、上杉に対しては、ここは親善の大使を送っておきましょう。まあ、5000でいいかな。1万出すのはちょっと怖いというかお金がないんで。あとは北畠、筒井、この辺りが軍勢を出兵したタイミングでこちらも、軍を出していくっていうのが対山名家戦略の要というかポイントというかになるかなと思うんですよね。で、信長の軍勢の方の士気は回復してますね。さてどうするかな。山名の総兵力は2万になってますね、今。これを潰すには、まずは誤着なんだよな。まずは誤着なんですが、山名家に武田が宣戦布告してくれたおかげで少し戦いやすくなるな。そしたら、一旦五着に兵を出しましょう。信長の軍勢から五着に対して兵を出しましょう。ただ一応兵力は満帆に回復してから出したいんで、あとは武田がね本当に兵を出してくれるかどうかというところかな。武田が兵を出してくれれば一気に決着がつきそうなもんですよね。おっと大御城が取られてるじゃないか、いつの間にか。しょうがない、まずは大御城を取らなきゃいけないな。ここでも信長の軍勢動かすのか。なかなか手こずらせてくれるな全体的に。ここはもう力攻めに変えて終わりましょう。大御城を落としてこの軍勢を返しましょう。三木城が包囲されたけど、まあ、これはすぐにね返せると思うんで問題ないでしょう。で、大御城には一旦誰か武将を入れる必要がありますね。武将を入れてしまって一旦そこの安定を図りましょう。で、誰を入れるかなんですが、つねちゃんでも入れとく。つねちゃんを一旦大御所に入れましょう。だは、ここは誰？庭長秀がいるのか。ここは海戦で山名家の軍勢と戦おう。ここにおそらく官兵衛とかがいると思うんで苦戦はすると思うんですけど、まあしょうがないな。味方はまあまともなやつがいないといえばそれまでになっちゃうんだけど、一応宇治里が鉄砲隊で入ってるぐらいか。他はちょっと厳しいかな。騎馬隊、鉄砲隊がもうちょっと入れておきたかったけどしょうがないね、今更なんで。敵はというと騎馬隊、あとは槍。そうか、さっき官兵衛を叩いておいたおかげで幸いなことに敵に鉄砲隊がいないっていうのは大きいな。
して氏里の鉄砲隊でなんとか敵をしのぐというのが一番いいのかな。まずは鉄砲隊で敵の牙を叩きましょう。合戦ばっかりに増えてきちゃってるっていうのはね、確かにどうなのかなっていう感じはするんですけど、どうしてもね合戦に頼らざるを得ない事情もあるんで、ここは一旦合戦で山名家の軍勢を叩いておいて、叩いた上で一気に5着を落としましょう。氏里は三段打ちでさらに鉄砲を補充しましょう。ここで敵が突撃か。そしたら、ちょっと待ってね。槍隊を入れておけばよかったんだけど、槍隊を入れてなかったな、敵の正面に。しょうがない、ここは。しのぎましょう。侍部隊で敵の騎馬突撃を防ぎつつ、まずは、守らなきゃいけないところは、ガモ氏里の鉄砲隊を守りたいんで、そういう形に、氏里の前に置きましょう。で、切り込みを置いておいて、どんだけしのげるか。飛ばされたのはごく少数で済みました。ここに鉄砲隊がいるじゃないか、よく見たら。隊は何とかしないといけないな。早急にこの鉄砲隊を叩きましょう。これ誰？荒木村重か。裏切り者の荒木村重だな。これは型をつけておきたいな。村重相手に鉄砲隊だから、なんとか切り込みで一気に蹴りをつけましょう。よし、村重の軍勢を叩いたら一旦兵を引きましょうね。深追いして敵に包囲されるのは危険なんで、それは避けましょう。で、五図面を出していきましょうね。右翼では激戦が繰り広げられているので、ここに五図面を出します。敵が結構幅広く展開してきているので、こちらも右翼に戦力を投入していきましょう。で、三段口を使って敵の左翼から敵を駆逐していきます。結構あれですね、敵の方もうまく傭兵してくるな。おっと、ここはちょっと待ってね。これは庭長秀がかなりやられてるじゃないか。よくよく見ると庭長秀がやられるとめんどくさいな。庭長秀がやられるとめんどくさいんで、ちょっと下がりましょうね。庭長秀は山名の首は取った。庭長秀が撤退させられたのは誤算でしたけど、まあ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 って感じだな。よし、じゃあここで全軍突撃に変えていきますか。敵も散り散りになっていってますからね。ここでどんだけ敵削れるかって結構大きいからな。
思ったより削れなかったけど、まあこれはしょうがないかな。でこの後なんですよね、山田の軍勢をある程度一旦減らしたんで、これを機に五着を攻めよう。で、すり減った庭長秀軍勢は徴兵しておきます。5着の支援を毛利に依頼されると危険だけどしょうがないな。で、こっからは5着に対して兵が出てきてるな。これでこれを叩ければいいんだけど、信長の軍勢の方は士気が少し下がり気味だな。一旦兵を引きましょう。まあ、これのやり合いだよな、もう完全に。いつまで経っても引いては押して押しては引いての繰り返しなんで、ここ一気にね、蹴りをつける方法を見つけたいですよね。別所長治か、どうする？能力的にどうかっていうのをちょっと見ておきましょう。別所長治、まあ、悪くはないけどな。軍事が70ぐらいだと登用したいかなって思うんだけどな。ちょっと放置しましょう。で、この隅に戻るわけだな。山名の軍勢の主力は、中が激下がりだな。三木城に関しては、で信長の軍勢は士気がもう少しで100に戻ると思うので、100に戻ったタイミングで、軍勢を再び豪着に出しましょう。で上杉に対してはまた長松を使者として、親善の使者でね、立てておきましょう。というところで金がないか。また武田と徳川が改善か。これも嬉しくないニュースだよな。バッドニュースですね。武田は山名家攻略に兵を出してほしい。でもうすぐで、7月1日月が変わると一気に金が増えるんで、金が増えたら、おっと、ここで敵が来るか。ただここで敵を叩いた上で信長の軍勢で五着を攻めるっていうのが一番いいですね。問題は敵にまた鉄砲なり何なりがいるかどうかなんですが、まずはガモ氏郷の鉄砲隊が虎の子の戦力なので、それに気をつけつつ、前回はね、その油断して庭長秀の軍勢を絶対に追い込まれてるんで、官兵衛がいるな。官兵衛に対しては騎馬突撃で、切り込みでなんとか対処するしかないね。で、敵に騎馬隊がいるんで、この騎馬隊に対して、まずは対処しましょうというところですね。で、あとはそうだな、松永久秀を切り込み隊として官兵衛に当てましょう。なんでちょっと位置をずらしておきましょうね。全体的に
さて、ここで官兵衛が鉄砲を撃ってきてるんで、切り込み隊で一気に官兵衛の軍勢を撤退に追い込みましょう。まあ、松永久秀に関しては多少ね、もうここはやられてもしょうがないっていう覚悟ですね。で、本陣の前ががら空きになりますけど、松永久秀の軍勢の救援には向かいます。で、官兵衛は一旦下がるが、官兵衛を駆逐できなかったのはしょうがないな。官兵衛の動きにはもう一回注意が必要ですね。ここで一旦軍を下げたいけど、久秀がやられるな。持ちこたえられないね、久秀が。しょうがない。そしたらここは右翼に展開している部隊を左翼の救援に向かわせましょう。一瞬一体だな。官兵衛がどこにいる？官兵衛はここまでか。一応まだ味方でやばいほどすり減ってる部隊はいない。いいかな。官兵衛はまだ後ろにいるね。そしたらここで一回コブを使って士気を上げた上で押し込めるだけ一旦押し込みましょう。官兵衛はね、今ここにいますね。するとちょっと左翼がかなり厳しい状態なんで、右翼から軍勢を一部差し向けましょう。その上でよし、敵は撤退したね。いや、結構危ない戦いでしたけどね、なんとか敵を撤退に追い込めたのでよしとしましょう。で、松永久秀ある程度すり減ったので、ここは一旦この黒い城で徴兵をかけておいて、兵の回復をしつつですね、味方は信長の軍勢、これが回復済みとは言えないけど、まあ、ほぼ回復済みということで、半兵衛を残して五着に出兵しましょう。で、五着は力攻めにして減らせるときに減らしておきます。よし、これで長宗我部も山名と海戦だな。で、山名の方からは姫路に向けて兵が出兵してるね。まあ、姫路だったらまだ大丈夫だな。で、まあ、敵がとはいえ近づいてきてるので一旦兵を三木城に下げましょう。まあ、これですよね。この駆け引きがずっと続く感じかな。
ヨッシーが引いたので、この引いた隙にまた五着に兵を攻めましょう。2000だったら合戦に仮になったとしても問題ないので、まあ、鉄砲隊で十分にね叩けると思います。で五着に山の主力が迫ってくるんであれば、こちらは兵を引きましょう。こうやって徐々に削っていくしかないよな。今逆にね、この三木城を攻められると辛いなって感じなんですよね。山田のバックには大国毛利が控えてるんで、ここをねうまく見極めながら戦わないと、一気に中国地方での勢力争いに負ける可能性があるので、そしたら上杉に対して親善を送っておきましょう。忘れないうちに。政策でね、部隊の強化もしたいんですけどね、ちょっとその余裕がないっていうね、苦しい台所事情なんですよね。であとは徳川家が武田家に完全に滅ぼされる可能性があるんで、だいぶね武田が徳川を押し込んでいるところがあります。さあでは五着で一気に敵と決着をつけましょう。佐久間信盛は残しておいてだ。あとはまあ利家かな。ここはこれで一気に山田の主力1万を叩ければ、5着を落とすのも可能になってきますからね。信長、まあいつもの配置になりますが、いつもの通り配置して、まあ、このね、信長の主力であれば十分に敵は叩けるかなと思うんですよね。鉄砲隊が官兵衛がいるぐらいか、他は鉄砲隊はいないよね。鉄砲隊だけ注意が必要なんですよね。しかも厚めに展開してきてるんで、油断ならないといえばそう言っても油断ならないですよね。まあ、鉄砲隊でまずは先制的に削れるところを削っておいてっていう形の戦いになるかなと思います。さあ、数松の切り込みで官兵衛の部隊を一旦壊滅に追い込みたい。
カズマスの軍勢がちょっとやられてるな。追いつけないでいるね。なんとか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 カズマスの軍勢は官兵衛の軍勢を叩きましたね。その上で敵を退かせることに成功したんで、こっからはもうあれですよね、総統戦になるんで、ひたすら軍を進めていきましょう。削れるだけ削る。いやー、カズマスが本当によく頑張ってくれましたね。敵から横槍を入れられつつも、なんとか官兵衛の軍勢を退けてくれたのが大きかったな。さあ、このままこれで5着が落とせるんじゃないかな。5着落としちゃいましょう。いやー、一歩一歩って感じだな。これで5着を落としましたね。はい。で、敵は姫路に兵を集めてるので、5着から今度はね、姫路を狙っていきましょうという戦いになるかなと思います。というわけで、またちょっと力攻めになってしまいましたが、5着落としましたので、一旦ここで終わりにして、次回引き続き中国地方の攻略やっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。